田中さんとまなぶくんっていうあのフィジークでもうなんかもうナンバーワンみたいな人たちとトレーニングできるわけ。ウエイトのトレーニング結構ガシガシやってる人たちだから、なんか体力テストとかお願いしてみようと思って。とりあえず頑張る、とりあえず頑張る。カネキューフィットネスっていうジムにお邪魔させていただきまして、僕は練習を、まあ、このジムのオーナーで、そしてフィジークという競技、ボディビルの一種なんですけど、そのフィジークという競技の IFBB プロです。で、プロ、まあ、トレーニングを日々頑張っています。僕は一応このジムでパーソナルトレーナーをやらせていただいて、で、まあ、フィジークっていう競技もやらせていただいているという感じ。はい、もう日本のトップフィジーカーですよ、二人とも。すごい豪華なんですけど、そんな豪華な二人に体力テストをさせようと思いまして。舐めてるわけじゃないですけど、筋肉ってよく言うんですよ、なんかムキムキの見た目の筋肉って動かせるんですかみたいな質問とか、私は見ててはるかに動けると思っているので、ちょっとチャレンジしてもらいたい。そういうとプレッシャーだから。頑張ります。お願いします。その、よく腹筋やっぱり競技で大事なのでやるんですけど、パフォーマンスのためにやるわけじゃないの で、ね、見た目のためにどうしてもトレーニングしてるので、はいはいはい、ちょっと心配、はいはい、どこまで通用するのか。30秒間で何回できるかみたいなのを世の中の平均と比べて、フィジーカーのトップレベルの選手たちはどれぐらいできますかっていうのをまず一番にやりたいと思います。31歳から34歳の男性平均 26.52 回、27回、24歳は30回、女性の22歳、私22歳は、平均22回。ちょっと待って。
いいよ、別に乾いてるから。いいえ。でも35歳これ無理です。厳しく言うと最後の2レップはハーフレップだった。あ、本当ですか。35と35になった。35ですか。でもすやられる女の子です。男もすごい。では次はお二人のトレーニングをお二人の YouTube で教えていただこうと思います。ありがとうございました。